ことな箱書道。いらっしゃいませ。ことな箱書道へようこそ。本日は短い詩を何首かご紹介させていただきます。お時間があれば今日もお付き合いくださいませ。みんなみの峰岡山のやくる日に、今宵も赤く見えにけるかも。夕山のやくる明かりに笹の葉の影は映れり白き障子に、山焼きのほかげ明かりて暖かに曇るこの夜我が一人眠。この夕べの脇の風に吹き立ちて、むかつ草山草光る見ゆ。隣屋に風呂に呼ばれて帰る道、薄つきながら雪ちらつきぬ。白梅雨の人道くなべ秋の布、草の葉厚く声にけるかも。春深み水を張りたるお山田の、うすら光りて日は傾きぬ。都辺にいつかもいでむ春深み、今日の夕日の大きく証も。我が家は未だは見えぬ一時六、裏の椎森若葉せる見ゆ。月を読み、藁を束ねて一人いる、秋の野面のコオロギの声。小泉近し、川のほとりより、十首紹介をさせていただきました。個人的な解釈となりますが、一首説明をさせていただきます。隣屋に風呂に呼ばれて帰る道、薄つきながら雪ちらつきぬ。生活の風景を歌ったものでございますね。それこそ、各家庭にお風呂がなかった時代のお話でございます。お風呂上がりの上機嫌な感じに、薄い月明かりとちらつく雪が風流を添えている。気温は低く、寒いはずなのですが、それを感じることもない。短い道では、ちょっともったいない感じがして、ついつい遠くまで歩いて行きたくなるような情景でございますね。雪というのは、空に舞っている間は、非常に風流なものでございます。しかしながら、積もりすぎると、生活に支障が出るという厄介者としての側面もございます。物語などの中では、非常に印象的に使われ、美しさを感じさせますが、雪国に住んでいる人々にとっては、ある意味憎しみの対象でございます。雪国生活の中での評価と、物語の中の評価というのは、違うものでございますね。ただ、雪が積もらない場所の人にとっては、非常に珍しく、楽しいものだそうでございます。住むところが変われば、評価も変わる。日常は評価されずに、非日常が評価をされる。人は、みんな、退屈な日常を享受しつつも、非日常のもの珍しさを求めているということなのかもしれませんね。俳句、短歌は、限られた文字の中に、ぎゅっと世界が詰まっています。誰かの心と世界を、少しだけ理解しようとしてみませんか？その思いが、人生の手助けになりますことをお祈りいたします。では、心に太陽が、唇に歌がありますように。お相手は琴の葉葵でした。琴の箱書道。